皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、報告していますかというテーマでお届けいたします。以前ですね、ちょっと誰だったか忘れたんですけども、こんなことを聞いたことがあります。その方はですね、あるご商売をされていたんですが、プレスリリースを行ったそうです。プレスリリースというのは、自社の商品をですね、新聞だったり、テレビだったり、雑誌ですね、そういうところに記事として、取材として取り上げてもらうようにするように働きかけるですね、こう文章みたいなものなんですね。で、それを書いて、メディアの方に送ると、これは、メディアに載せるにふさわしいということになれば連絡が来て取材に、来るというふうな感じになります。で、このプレスリリースの一番いいところはですね、なんと0円でできる。当然ですよね、取材なので、記事になったり番組のニュースとして紹介されるので当然無料でできるということですね。それでほとんどがですね、このプレスリリースを送る先っていうのは、メディアとしてもかなり影響力のあるところなので、一回乗るとですね、かなり反響が多い、これ業種もあると言った方がいいでしょうね。ぜひですね、皆さんもチャレンジしてほしいなと思います。で、このですね、ある商売をしている方がプレスリリースやって乗りました、新聞に。で、その後ですね、なんとですね、その新聞社にですね、報告に行ったらしいんですね。どういう報告かっていうと、記事にしてもらったおかげで、これだけお客さんが増えて、このぐらい売り上げが上がりましたって言って、報告したらしいんです。いや、そしたらね、そんなことをする人もですね、おそらく100人いて1人もいないでしょう。私もこの時初めて来ました。そうしたところですね、新聞社の方も当然喜びますよね、そんなこと言われればね。それで、なんとなく仲良くなっていって、交流が生まれたらしいんですね。で、その後もまた何回かそのプレスリリースなんかも取り上げて、その度に報告したと。で、しばらく経って1年とか1年半経ったらですね、なんとですね、その方はですね、その新聞に一つのコーナーを、連載のコーナーを持つに至ったというね。これもね、なんとプレスリリースからですね、なんとね、新聞の執筆者の方に立場が行ってしまったという、ものすごいこの大躍進と言いますかね。こういうこともあるもんだなと思いました。ということで、このポイントはですね、新聞社の方にですね、記事になって載ったら、逐一報告してたってことですね。このぐらい効果があったっていう。これはすごいなと思いました。さて、先日ですね、弊社にですね、一通のですね、封書が来たんですね。もうこんな感じですね。はい。こう来たんですけど、中開けましたら、手紙とですね、いくつかのなんか、チラシと名刺が入ってたんですけども、ちょっと読んでみますね。メモ紙に書いてあって、長谷川様、2月の講習会、大変ありがとうございました。ほにゃららを作る動きは、組合の中で広がっています。少しずつ良い方向に変わると思います。我が社の取り組みの成果物をお送りいたしますということで、この、組合なんですけども、この組合に加盟している企業のですね、代表の方ですね、の方が送ってきてくれたんです。それで、いろいろとですね、まず一個はですね、ニュースレターでしたね、こんなね。これにも、実は私のですね、講習会を聞いていただいて、ちょっと改善したということなんですね。はい、これが1個目。で、次、名刺なんですけども、名刺もですね、これ3枚ほど送っていただいたんですけども、この3つの名刺ともですね、実は名刺作りのポイントがあって、そのことを、その講習会の時に伝えたらですね、もうすぐに改善してですね、こういう感じになりましたということで、送られてくれました。セミナー講師とかね、そういう立場からすると非常にですね、嬉しい話なんですよね。なかなか、こうやって、その後どうなったか、実際にやってみましたと言ってですね、このように報告をしてくれる人はなかなかいませんので、非常にありがたかったです。で、早速ですね、次の日なんですけども、この方にお電話を差し上げました。どうもありがとうございましたということですね。なので、皆さん方もですね、こういった報告、ぜひぜひですね、怠らずにやるということで、そこからまた新しい商売の展開とかね、人間関係の展開ができるんではないでしょうか。今日も最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。
180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。この辺にですね、飽きないは角角チャンネル登録のバナーがありますので、クリックしてぜひ登録をお願いします。